はい、ひろみさんです。はい、おはようございます。ひろみです。いやー、ひろみさん、はい、まあ、この前お疲れ様でした、バルーンフェスの会場からね。そうですね、ありがとうございました。すんごい楽しかったですね。ね、楽しかったですね、はい、はい、バルーンフェスもあの後ね、3日間あの競技が行われまして、天気が良くて、本当に良かったですよね、うん、お天気に恵まれて、うん、ね、まだ来年もね、面白いことしたいですね、はい、ぜひぜひ、はい、さあ、ということでございまして、はい、演歌歌手の小林幸子さんなんですけど、初のオンラインライブを行ったそうです。すごい、東京新宿のライブハウス日清食品パワーステーションリブート、うん、そう、パワーステーション今こういう形でやってるんですよね。いや、頑張ってほしいですよね、日清食品パワーステーション、はい、日清パワーステーション、はい、ね、生配信、本当はお客さんの前で歌いたいけど、コロナで不安定な時に少しでも楽しんでもらえたらと思いを明かし、バーチャルリアリティ技術を駆使したステージ、うん、ヒット曲千本桜など12曲を披露したという。おー、かっこいい、ね、はい、やっぱこれからはこういう時代ですかね、ひろみさん。そうですね、なかなかこう、あのインターネットに馴染みのない方たちにも、うん、こういう好きなアーティストさんが、あの無観客で配信ライブやる、よし、じゃあインターネット挑戦してみようかなみたいな感じで、こうどん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 、YouTube とかも含めてですけどね、うん、みんなが見てくれるようになるのもいいのかなと思いますよね。はい、はい、本当ですね、はい、女優の志田未来さん、都内で行われた看護の日トークイベントに出席、12日の看護の日に先立ち、看護学生の皆さんと対談、新型コロナ禍で日々奮闘する医療従事者の皆さんに向けて、医療従事者の方やその家族の支えで今の私たちが救われていると感謝の言葉を口にしたということですね、志田未来さん、はい、ね、そして五木ひろしさんもね、これね、演歌歌手からちょっとこう、なんていうんですかね、はい、エンタメのトピックスのあり方という、エンタメトピックスじゃなくてエンタメのあり方を問うみたいな記事が今日掲載されてるんですけど、はい、新型コロナウイルス、うん、はい、対策の緊急事態宣言の延長で東京都が12日以降の休業要請などの措置を独自に決めたことについて、はい、芸能界にも波紋が広がっていると。うん、演歌の大御所五木ひろしさん、はい、本来なら宣言明けだった12日に開幕予定だったイベント、はい、五木フェス、有観客で開催することを決断した。お、うん、一方で休業要請が続く映画館の関係者からは、なぜ映画だけの声も上がっている。国難か文化か、昨年50周年を迎えた五木さんが直面したキャリアでも指折りの難題、開幕の3日前に下した決断は動員制限なしでの開催決行。あ、この五木フェスは、あの和田アキ子さん、はい、あと岡村隆史さん、うん、面白いね、あと武田真治さん、すごい、桃色クローバー Z、 どういう組み合わせ、すごい50年の集大成、特にコロナ禍の中、僕なりに強い思いが詰まっているという大舞台。これだけの幅広い世代の皆さんがね、しかもビッグタレントの皆さんが協力するっていうのは、そうですね、五木ひろしさんの五木フェス、そうですね、お人柄もあるでしょうね、ということになるんでしょうけどね、はい、まあ、あの開催を決定した、そうですね、成功を祈りたいです。動き出さないと音楽文化がなくなってしまう、ね、確かに、乃木坂46の3期生が千葉幕張メッセで無観客配信ライブを行った、うん、インフルエンサーなどを含め全31曲を披露したということですけどね、うん、はい、はい、まあ本当元気に無観客で開催する、動きもあれば、五木ひろしさんのね、はい、有観客での開催っていうのもあり、そうですね、我慢してる人もあり、そう、うん、でかつ東京オリンピックについてね、いろんなプレ大会なんか想定された大会も開かれてると思えば、はい、東京オリンピック反対という、そうですね、動きもあり、ね、揺れてますよね。でまあ、これ本当にいつもと違うっていうことがまず大前提にありますからね、うん、まあ、コロナ禍っていう本当にあの 言い慣れちゃいけないんですけど、やっぱりそうですね、ちょっと異常な事態であるっていうところでいろんな考えがこうね、基準が分かんないですから ね、なかなか難しいんですよ ね。でもオリンピックっていうのはやっぱり世界の祭典ですからね、うん、あのきちっとしたこう、なんですかね、納得っていうか、そうです、ね、全員が同じ方向向くって今の時代なかなか厳しいかもしれないですけど、情報発信というかね、うん、こういう理由でっていうのがなんかこう必要な気がしますけどね、今はね、そうですね、うん、気持ちよくね、はい、まあ、どっちの結論になるにしろ、うん、協力してね、そうそう、みんなでね、いい結論を出していかなければっていうね、はい、いう感じがしますけど、今日の芸能ニュースからお伝えいたしました。はい、
さあ今日のワコモニクイズは小さいけど贅沢な車ってなんだ、小さいけど贅沢な車ってなんだということで受け付けております、はい、8時40分から沢ひろみさんのコーナーもありますから皆さんどんどん送ってください、はい。ひろみさん最近、ゴッドさんって言いたくなるぐらい惜しかったもの。そりゃね日々ね口に入るものは何でも美味しいんですけど、美味しいね、けどやっぱりこの季節といったらあれですよ、山菜タラの芽天ぷら。タラの芽まだ食べてないんじゃないかな今年。そうですか、うん、まだまだいける大丈夫じゃないですか、まあのね大丈夫だと思いますよ、うん、私もあの取ったのあの取ってきてくださったのをいただきまして天ぷらにしてもう無言で食べてもらうと、あ美味しいんだろうなってちょっと嬉しいですよね、うん、それは美味しい多分多分美味しい。でもちょっと不安になるから美味しいよねってこう言うんですけど、でちょっとあのお裾分けをさせていただいた いただいたりしながら、はい、本当に旬を食らってますはい、ということでね、そうですねはい、はい、旬を食らっていきましょう、はい、ね、はい、いろいろとね忙しい時期ではありますけど、皆さんもね、うん、あのメールの確認 LINE の確認しっかりとね、はい、まあ、私自身もしていきたいと思いますけど、はいなんかありますね、なんかね、はい、いきなりこうね、うん、あのまあいいわということでございまして、8時34分になっております。皆さんからのメッセージお待ちしてます。グレートムチャのムチャムチャ放送局、私新州プロレスグレートムチャが先のムチャムチャな仲間とお送りするムチャムチャ楽しい60分、プロレスや私生活、愛する長野のことムチャムチャ赤裸々に語っちゃいます。毎月最終土曜日夜8時からムチャムチャ聞いてくれ。さあ時計の針は8時35分だ、諏訪ひろみさんですはい、諏訪ひろみです。さあ前倒し登場前倒し登場はい、まだ前倒し登場です、はいね、いろいろとね読みたいメッセージはあるんですけど、後ほどにしましょうか。はいじゃあクイズの答えもこの時間いっちゃうよ。はい、ひろみさん分かった？分かんない、いつもの通り分かんない。小さいけれど豪華な車は、うん、ゴーカート。そこか、豪華だからゴーカートそれねです、はい、です頑張れまこちゃんさん。あ違う違う、これ読んじゃったけど、おたまじゃくしさん一番賞おめでとういつも答えとさ正解送ってくれるからね、ついついそれで正解発表になっちゃう、ね、あ そうなんだね、おたまじゃくしさん1位、はい、で頑張れまほちゃんさん、うん、ガチのボケるもあなた次第、中村てっちゃんクイズでポン、はい、答えはマリオカートでファイナルアンサー、ボケ大賞あげちゃうマリオカート黄昏れグータラボッチさん、はい、中村さん諏訪さん皆さんおはようございます。ワコモニクイズ、小さいけれど贅沢な車は、ちびっこの頃近くの道玄湖にあったコースが初めてのデビュー、とっても豪華なゴーカート。あ道玄湖の近くにあったって言うよね。そうなんですね。僕なんかほらあのここ8年ぐらいできたから、はい、あの知らないこと、あなたの知らない世界豪華だと言ったら私は本当に、いやもうなんかねあれはね本当に怖い乗り物ですよね。え嘘、怖い、はい、楽しくない、はい、いやあの楽しすぎてやーうわーって言ってあのカメラ落としたんですよ。ああカメラ落としてあーっつって止まれないじゃないですか、後ろから来たんですよ、うん、どんどん来るからね。うわーカメラ落としたって言って、で後ろの人がカメラの入ったあのポチこう袋を持って入るとかみたいに持ってきてくれたんですけど、ええ、カメラ壊れてたかな、大丈夫だったかな覚えてませんでも渋い思い出ですよね、止まれないゴーカートみたいにねぐちゃ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 、なんか嬉しすぎてね、はしゃぎすぎてね。ゴーカート面白いからね、あのほらトラウマです。夢の国とかにもあるじゃないゴーカート。え、うん、トラウマですよそれから。でも面白いよね、うん、物を落とすっていうのがね首から下げてごひろみさん確かに、ラジオネームナスタンシンさん、はい、笑う方には深くるボケて笑って参加することに意義がある、うん、あるあるモーニングクイズ。あーその車ってピンクのスポットライトが当たってさ、ミュージックは2億4000万の瞳、億千万の胸騒ぎエキゾチックジャパンだなそしてこの曲に乗って車で登場するのは誰だと思う、誰だろう誰だろう誰だろう誰だ誰だろう、それでは登場していただきましょう。ちょっとだけよ、あんたも好きね、なんだだから車はゴーカートゴーカートってわけね、ちゃんすごいテケ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 すごい、郷ひろみさんと加藤茶さんね、すごい
さあ、それって何でしたっけ。クイズ終わり。あ、クイズ終わりってね、うん、あとね、もろもろ詰まってますけど、はい、ぐぐっと詰めてきますから、皆さんね、詰めて、はい、皆さんからのメッセージお待ちしてます。待ってますよ。引き続きガンガン送ってくださいね。はい。ファックス番号0267-65-8888で、メールの方は FM サクタイラホームページからです。はい。20秒あります。ひろみさん、一言どうぞ。皆様のメッセージを、ギュギュッと詰めますので、まだまだ待ってますよ。歌も歌います。生歌です、はい、もう先週は時の翼ね、歌えてね、嬉しかったな。時の翼迫力あったね、あのバルーン会場から歌ってね。生でね、楽しかったですね。8時39分。はい。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸石の温泉時和館。1年を通して施設の企画満載、地元東新地区限定、お得なプランもあります。詳しくは時和館ホームページか、電話 22-0516 まで。諏訪ひろみのシングソング、さくらいら舞い上がる白髪の花、そんなに涙止めどなく流れても、飛び時計の針は8時40分を回っております。諏訪ひろみのスイングソング、桜平です。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館の提供でお送りします。今日も元気に諏訪ひろみさんです。おはようございます。スタジオに来るのが1週間空けて、なんか久しぶりに桜平の駅に降りたような気がした。諏訪ひろみです。この前はあの無観客だったですけど ね、 ね、放送がありましたから諏訪さんにあの現地来ていただきましたけど、はい、千曲川スポーツ交流広場ね、はい、あ、バルーン綺麗でしたね、ひろみさんね。本当にね、澄み渡る柵の青空に色とりどりのバルーン、ね、本当に素敵な時間を私もありがとうございました。また通常通り行われる日が来るようにね、はい、今やるべきことをしっかりとって感じですよね。はい、うん、さあひろみさん、はい、早速このコーナー行きましょうか。はい、時和館情報。はい、お願いします。はい、いつも時和館の花岡専務から情報をいただくのですが、今日は情報がお休みな感じなので、多分なので、今日は時和館のお風呂についてちょっとホームページからチェックしてお知らせしたいと思います。はい、はい、時和館と言いますと、やはり登山電車で行く絶景露天風呂蜘蛛の助、ね、名前蜘蛛の助って言うんですけれども、そこがお楽しみの、大きなこう力音になっている部分だと思うんですが、蜘蛛の助、時和館本館より名物の登山電車に乗って1分30秒、この1分30秒がね結構楽しいんですよね。あの電車が、上りの電車と下りの電車がこうすれ違うところなんかがあって、何回乗っても結構楽しいんですけれども、結構な傾斜を登っていくんですが、絶景の展望露天風呂蜘蛛の助、標高1050メートルの浴槽、1050メートルもあるんですよ。なかなか1050メートルのとこでお風呂に入るってね、あの普段の、まあ柵もね標高高いですけれども、普段の生活ではないと思います。やっぱりね、空気もねいいですしね、本当にゆっくりお風呂でくつろげるんじゃないかと思いますけれども、絶景露天風呂っていうから、露天のねお風呂しかなくて、まだ行ったことのない人はこうなんて言うんですか、あの露天風呂苦手っていう方もいると思うんですよね。なんかこう開放感でちょっと不安なんていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、あのちゃんとこう扉と扉に仕切られた部分のお風呂もあるので、あの安心してちょっとね行っていただければと思うんですが、お風呂に入らなくても登山電車にちょっと乗っていくだけでも楽しい感じがする、時和館の蜘蛛の助ですけれども、浴槽から八ヶ岳、富士、佐久平の大パノラが、パノラマが美しく望めるんですね。こちらはあの朝
こう見える風景もいいですし、またちょっと夜景の頃、桜平の夜景が綺麗なんですよ。はい、いろんな時間に楽しめるお風呂です。爽快そのものの、場所です。季節折々の風情を感じながら心身ともにこの上ないリラックスをしていただけるお風呂となっております。はい、そして眺めもいいんですけれども、1000メートルを超える1050メートルの場所からですので、いろんな周りに露天風呂だからいろんなこう山がありまして、はい、で鳥の鳴き声が聞こえるんだそうです。いやいいね、はい、で鳥も見れる。私ちょっと鳥のね、あの区別あんまつかないんですけれども、こう皆さん聞いててわかるかな、いろんな鳥が来るんだそうですよ。ホケキョハチクマ、トビ、ノスリ、キジバト、どうやって鳴くの、ね、ホトトギス、そうそう、アカゲラ、コゲラ、キセキレイ、ヒヨドリ、ヤブサメ、ウグイス、キビタキ、オオルリ、コガラ、ヒガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、いっぱいいますね、ゴジュウカラ、ホウジロ、ノジコ、カワラヒワ、イカル、カケス、ハシボソガラス、本当にいろんな種類の、鳥が、はい、いるようなんです。でですね、今年はですね、あのイスカっていう鳥がいるらしいんですけど、初めて知ったんですけれども、幸せの鳥と言われているこのイスカという鳥が4月に時和館の辺で見ることができたということで、時和館さんの公式ホームページのブログの方にも載っていますので、またチェックしていただければと思います。もう夏鳥のね、オオルリの鳴き声なんかも聞こえるようなんですけれども、このイスカ、西洋では病害から人々を守る幸運の鳥と言われているんだそうです。はい、本当に自然がねたっぷり楽しめる時和館、はい、ぜひ落ち着いたらお出かけしてみていただければと思います。はい、以上が時和館の情報でした。はい、登山列車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館提供でお送りしております。はい、さあ、ということでございまして、メッセージもいただいておりますので、行きましょうか、ひろみさん。はい、行きましょう。まずは八王島のきょんさんから言ってもいいですか。はい。はい。小人ちゃんとよく行く焼き鳥屋が一番好きな八本だよ。おっはー。おっはー。今日はごちそうの日ってことですけどね。はい。店主の腕がいいから何を食べてもうまいんだよな。魚の刺身だって寝かせ具合がいいから海に行って評判のいい店に行くよりうまいんだ。二人とも鳥が好きだし、最高のごち。冬に食べたワカサギの天ぷら最高だったぜ。これからはキスの天ぷらがうまいよね。諏訪さん、はい、ザ・ヴィーナス、キスは目にして歌ってわな、わな、わなに落ちそう、誘惑の恋、私を誘う、キスは目にして罪はバラ色。ウェーイ。ありがとうございます。どんどんいっちゃいたいと思います。はい、行きましょう。はい、諏訪さん、中村さん、サンドの飯ワクワクモンというリスナーの皆様、川崎市にいるって、ね、うん、今川崎フロンターレはあの J1 のトップですけどね、ちょっと伝え忘れちゃってすいません、スポーツニュースで。はい、今日も元気におはようございました。おはようございました。昨日は YouTube を見たり、野球ゲームをした上に2度も、ね、昼寝をしてゴロゴロ過ごしていた誠くんであります。たまにはね、ゆっくり休んで。今日のテーマは、何ヶ月ぶりかにテイクアウトして食べた松屋のカルビ焼肉ダブル弁当。美味しいんだよな、カルビ。松屋のカルビ食べたことあるな。ダブルすごいな。爆盛りで有名な弁当屋キッチンダイブで買った、これ有名なんで一回行ってみたいね。まこちゃん相当1キロ弁当とかあるんだよ。すごい。うなぎエビ天弁当。うわすごい。カルビ焼肉ダブル弁当はお肉が普通盛りの2倍、ご飯は特盛り。キッチンダイブのうなぎエビ天弁当はうなぎが1尾すごいな。大きなエビ天が3匹。ご飯はおよそ1キロと、見た目のインパクトと食べ応えは言うまでもなく十分、本当だね。しかも値段は1500円、安い。弁当として考えれば値段が高いイメージになりますが、脂の乗ったうなぎ1尾と丸々大きなエビ天3本、ご飯が1キロと思えばかなり値段を抑えたコスパも最高の弁当だと思います。そうですね、俺家族でシェアして食べたっていいじゃんね、これね。そうだよね。あまりの食べ応えだったこともあり、完食した時はうふーと息をつくと。
すごい2人でシェアして食べてもいいぐらいの量、何を隠そうここまで仕込んだネタをさっき誤って全部消しちゃったんで急いで仕込み直しましたすごい、はい、ありがとう、まこちゃん、ありがとうございます。イエーイ、3-3並びよーしありがとうございます。ありがとう。さあ、ひろみさん手元ありますか。はい、どれを紹介していこうかな。テンポよく行きましょう。はい、行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう。おたまじゃくしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさん、中村さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。2人の絶妙なトーク、今朝も楽しみにしています。ありがとうございます。雨にも負けず、風にも負けず本当にね、バルフェス風強かった、本当にね、風強かった、寒かったですよね。口回らなくてなんかいろいろでしたけど僕なんかスキーウェア着てたら柳田市長にいや寒いのどうなんですか冷静に突っ込まれるみたいな、いやすみません、自分がスキーウェアを着ていたことを忘れるみたいなね、哲郎さん可愛かったです、帽子もね忘れちゃってたな、寒くてねスキーウェア着てた、よかったです、はい、私は違和感ありありだったよね結構なんかそうそう、おしゃれな感じの服で行ったんですけど、なんか哲郎さんと2人並ぶとね、隣がスキーウェアって、そうそうそう、妙な感じで楽しかったです。はい、おたまじゃくしさん、ごちそうさまと大声で言いたくなるくらい最近美味しかったものは、三原のひろみちゃんたちと一緒に食べたお好み焼きです。本当に美味しかったです。感謝です、ね、うん、よかったよかった。広島のお孫さんとか ね、そうですよね。ひろみさん、次のレッスンまで2週間以上空いてしまうので歌謡教室待ち遠しいです。あ、おたまじゃくしさん、私の歌謡教室の、ね、生徒さんって言ってくださるんですけれども、ありがとうございます。今朝の生歌リクエストは人とようさんの花見月、楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ちょっと行っちゃいますか。行きますかね。はい、行きます。つぼみをあげよう、庭の花水木、うう、すべに色のかわいい君のね、果てない夢がちゃんと終わりますように、君と好きな人が100年続きますように。ウェーイ、ありがとうございますはい、はい、ということでどんどん行きたいと思いますが、はい、ラジオネーム82カローラさん行きましょうか。はい、ありがとうございます、聖子ちゃんカットをしてるであろうブルゾンひろみさんはい、いや聖子ちゃんカットはしてないよ、ひろみさん、もうおしゃれだからね、おしゃれおしゃれパッツンですね今ね、パッツンパッツンです、はい、何がパッツンパッツン髪の毛何がパッツンパッツン、髪の毛髪の毛だよ、髪の毛、うん、体とか言って体パッツンパッツンだ僕がパッツンパッツンで大変ですよ、もう肌に張りがあってパッツンパッツンみたいにね、いろいろね、いいですね5月中旬に入り、今日はひろみさんには I wish you どんなにを歌ってほしい。はい、じゃあお願いします。いきます。どんなに涙止めどなく流れても心の宝石に変えたい、そうよ、どんなに辛く心が痛い時も唇噛みしめてゆこう、忘れないわ。ウェーイ、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、まあペースアップしてお送りしてますいきなり来るとね、結構いきなりでドキッとしますけど、いやー緊張感たまらんわ。メジャーデビューも果たされたひろみさんにすることじゃありませんかすいません、時間の都合上大丈夫です、頑張ります。ファンファンライダー2号、まだ57歳さんです。はい、ソワヒロさん、ウォンチュー、ウォンチュー、写真見ました、ひろみさん。見た、これどこの景色、ね、おもろだって、おもろこんなに綺麗に菜の花が咲いてるとこあるの。後ろのなんか景色も素敵だし、バイク、これファンファンさんのバイクですよ ね、かっこいいね、本当にね、またこんな写真を送ってくださって、どこだろう小物の、それが知りたい、はい、真珠の歌姫、諏訪ひろみさん、山菜には目がないぞ、山菜だけに目はないからのてっちゃん、はい、山菜ごちそうさま、元気ですかごちそうさま、今日もよろしく、おなしゃーおなしゃー、山菜いいよね、いいよね、今日もデバイスソングリクエストしてもいいですか、はい、昨日ふと気がつくと時の翼が頭の中に流れてくるわけよ、
ことあることに流れてくるさということで時の翼、時の翼この前歌ったからな、だからなんかこうリピートしてくれたのかな、そうね、ちょっとあの印象ちょっと持っといてもらいましょう、ね、しっかりフルコーラスで歌える時に歌ってもらいましょう、ね、あの印象が素晴らしかったですからね、あなた好きよ悲しいくらいってね歌いましたよ、はい、ありがとうございます、歌った方がいいひろみさん、いやいいですよ、うん、じゃこれはちょっと流しとこうか、ちょっと特別感を持たせたからね、あの歌った歌唱にね、そうそう、さあそれでどうしましょう、星川山さん行こうか、はい、はい、行きましょう、じゃあ読んじゃいますよ、はい、ひろみさん中村さんリスナーの皆さんおはようございます、おはようございます、すっきりした爽やかな朝、北アルプスも雪があってとっても綺麗、うん、ももちゃんとシティに散歩ということです、お健康だ、はい、美味しいと大きな声で言ったのはももちゃん焼肉デビューの時、無理かなと思いましたが、うん、ももちゃんの前で焼肉をしました、うん、ももちゃんにも小さく切って何もつけないであげました、うん、っていう感じで美味しいという感じ、もっと欲しい欲しいと言いますがお腹壊すといけないからカルビ4枚だでもいっぱい、これ4枚じゃ結構あれですよ、ご飯大人でも2000ぐらいいけちゃいますよ下手すればね。このカルビは長野県産、あすごい、やっぱ国産の美味しさですかね、上等ですね、でも残念ながら牛タンだけは国産がなかなかなくてですね、うんうん、でも大きな牛タン美味しかったっていうね、うん、まあ良かったじゃないですか、ね、焼肉デビューね、はい、うん、ね楽しそ う、まあ、こう犬のリアクション、ワンちゃんのリアクションってきっと素直なんだろうな、そうですね、さあひろみさんありますか、手元、はい、あ夢見坂リクエストをいただいていますか、じゃあそれとキキちゃんさんからいただいた1円玉の旅ガラスも一緒にいい、ね、いいですか、はい、じゃあ行きましょう、1円だって一円だって恋もしたけりゃ夢もある、ああ出世街道どこへ行く、風に舞い上がる白髪の花、踊る姿に涙を溶かし命をやり起こす、あなたを夢見ざか、ウェー、ありがとうございました、はい、ということでね、はい、ひろみさんのリクエスト続いておりますけどもね、はい、ありがとうございました、ここで提供クレジットね、はい、登山列車で行く絶景露天風呂の宿小諸菱野温泉ときわ館の提供でお送りしました、はい、さあ、皆さんときわ館行ってくださいよ、はい、さあメッセージあと2通残ってます、はい、ラジオの旅人さんいろいろ送ってくれてますけどね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、競輪も楽しんでいるということですけどね、うん、はい、東御市のマレットコースに行って遊んできました、ね、いうことですね、はい、あとバロンフェスもね最後の最後まで楽しんだっていうね、あ嬉しいですね、よかったね、これ放送きっかけでもね、そうですね、毎年のことですけど新しい感じで楽しんでもらえれば、ね、うん、毎年毎年違いますから ね、あの最終日なんかではね、なんか、イベント、はい、あのバロンフェスにか、うん、ちなんだって形になるのかな、初期イベントも行ってきたという、はい、あそうなんですね、ラジオの旅人さんでした、うん、ありがとうございます、最後はビールが命の母江さん、はい、ひろみさん中村さんおはようございます、おはようございます、先週はバルーン会場からの放送ワクワクした気分で聞いています、あ嬉しい、ありがとうございました、昨年は大会そのものが中止になったので今朝の、うん、今年の早朝は3日間ともに開催できた、本当素晴らしかったね、よかった、2日目には子どもたちが通った野沢小学校方面に飛来してきたので家を飛び出して追いかけつつ写真を撮って家族ラインに仕上げました、よかったね、楽しそう、その子供から昨日の母の日に届いた大きなエビ、あこういうあれか、花ばっかりじゃないな、確かにな、なるほど、大きなエビを夕食に焼いて食べましたがプリプリの肉厚本当に美味しかったですって、ね、うんうん、最高じゃないの、お子さん、良かったですね、お子さんプレゼント最高だな、ね、コロナ禍帰省ができない子供たちですがとにかくみんな元気でいてくれるのは何より、ね、はい、ひろみさん一言お願いします、はい、本当にそうですよね、あのコロナ禍だからこそ気づくこともあると思いますのでね、あの今を大切に頑張りたいですよね、はい、はい、お届けしまきました月曜日はくもにここまでのお相手中村哲郎と諏訪ひろみでした、はい、この後はモーニングルーティーンね、アニメさん、琴江さん登場でございます、9時からはアニメさんの声に癒されてください、メッセージも送ってくださいね、はい。